迷惑電話対策を設定する方法をご説明します。迷惑電話対策を設定すると、電話帳未登録の番号からの着信した際に電話の相手に警告アナウンスを流します。また通話中に通話内容を自動的に録音します。それでは設定してみましょう。待ち受け画面でメニューキーを押します。画面を下にスクロールして設定を行うを選択します。画面を下にスクロールして通話の機能を設定するを選択します。画面を下にスクロールして迷惑電話対策を設定するを選択します。内容を確認して利用するを選択します。 OK を選択します。これで設定完了です。通話内容を確認したい場合は客歴キーから確認することができます。